県は11月を被害者支援を考える月間に定めて、犯罪被害者やその遺族らが置かれた厳しい状況など被害者支援への理解を呼びかけています。今年は1997年に起きた神戸連続児童殺傷事件で、当時14歳だった男子中学生に11歳の次男を殺害された長谷守さんが講演しました。長谷さんはいわれのない誹謗中傷など、いわゆる二次被害の深刻さを写真を公開しながら説明。当時は近所に住む人たちと中学校の教職員らの支援が支えになったことなどを語りました。非常に危険なものであると思います。災害と同じですよね。いつどこで何か起きるから、それを自分に置き換えていただいて、で被害者支援という輪を広げていただける、そういう思いでおります。訪れた人たちは支援を継続することの重要性を改めて認識していました。